ラ・カンパネラは、フランツ・リストのピアノ曲、ニコロ・パガニーニのバイオリン競奏曲、第2番第3楽章のロンド、ラ・カンパネラの主題を編曲して書かれた。名前のカンパネルラは、イタリア語で、金という意味である。リストが、ラ・カンパネラを扱った作品は4曲存在するため、以下に作曲された順に紹介する。最終項の、パガニーニによる大練習曲第3番は、 数多くあるリストの作品の中でも最も有名なものの一つ。パガニーニのネによるブラブーラ風大幻想曲とも呼ばれる。1831年から1832年にかけて作曲され、1834年に出版された。ラ・カンパネルダを扱った最初の作品である。ニコロ・パガニーニのバイオリンの演奏を聴き、大きな衝撃を受けたリストが、僕は、 ピアノのパガニーニになる。と決意し、自らの技術を磨き上げて作り上げたと伝えられる。詳しくは、パガニーニの金によるブラブーラ風大幻想曲を参照。テレビ番組の企画に出演した小山道江はこの曲について、番組内で即興から生まれているとしか言いようがなく、右手で弾いたら何でもないのに左手を交差するように指示していたり、 音でも、視覚でも見せるように意識して、わざと難しくなるように楽譜に書き添えていて、真のビルトゥオーソだったと思うと語っている。1838年に作曲された、全6曲からなるパガニーニによる超絶技巧練習曲の第3番。録音を行っているピアニストは、作曲から170年以上経っている、現在においてもわずか6名のみである。この番では、 パガニーニのバイオリン競争曲第1番第3、学章のロンドの主題も用いており、後半はこの主題が中心になってヘニー町長で集結する。なお、2014年8月に出版されたリストパガニーニ大練習曲集では、巻末に本曲の初版が収録されているが、日本国内での出版は、これが初である。詳しくはパガニーニによる超絶技巧練習曲を参照。 シュール・レ・シームズ・ゲ・パガニーニ、ラクロシェット・イ・ラ・カルナバル・デ・ビニツ、ファーストバージョン S700i1845 年に作曲された。開作版のパガニーニの主題による大幻想曲 S702 が同年に作曲されている。どちらも演奏の機会はないに等しい。レスリー・ハワードのリスト全集にのみ収録されている。1851年に作曲された最も有名な版。 パガニーニによる超絶技巧練習曲を改訂した、パガニーニによる大練習曲の第3曲にあたり、異名動音の A と単調で書かれている。今日、ラ・カンパネッラとして演奏されるほぼ全てがこの作品となる。ラ・カンパネッラの左手の跳躍の例。一気に約3オクターブも下がり、2音の鍵盤の距離は46センチメートルに達するリストは、 曲全体の構成を洗練し、ピアノの高音による鐘の音色を全面に押し出した。全体として、器用さ、大きい跳躍における正確さ、弱い指の機敏さを鍛える練習曲として使うことができる。最大で15度の跳躍があり、この跳躍を16部音符で演奏した後に、演奏者に手を移動する時間を与える休止がないままに、オクターブ上で同じ音符が演奏される。他にも、 薬指と小指のトリルなどの難しい技巧を含む A, B, A, B, A, B, A コーダの簡単なロンド形式で書かれている。用いられる楽奏はこれまでのラ・カンパネラやパガニーニの原曲と比較しても限定されているが、主題が登場するたびに様々な装飾を加えることによって単調さを避けている。冒頭日本以外日本、福田渡る作曲家人と、 作品リスト p 1 8 5音楽の友者2005ありがとうございます。